ショータイム二度編の友人はです。T 隊長です。隊長でございます、はい、タイプの動画ばっかり上げて、はいはいまあ、パトロールをするじゃないですか、はい、であの MBTI で X、はいまあ、旧ツイッターを探すとですね、はい、こんなのが我々ちょっとあのお話ししたこともある MBTI の資格を持ってらっしゃる方がですね、はいはいはい、MBTI と称する動画をよく見るんですけど、はい、MBTI の動画じゃないと、はい、MBTI と称する動画を見ると、はい、INFP、はい、INFP へのディスがむごい と、はい社会不適合者の文脈で語られていることがあると、はい、また日本人に一番多いタイプと説明されることもあるが、はい、最多数派で社会不適合ってどういうことでしょうかと、はい、さすが理論、はい、理論的になってないと、はい適合するやないかっていう他の多数派だしあそうですね、はい、でもちろんタイプと適合性は無関係だしむしろ INFP は少数派ですと、はい、というのを見て、はい、またなんかこの湧いてくるものがあってですね、はい私が思ったのは、はい、あの INFP さんをいじめるのは誰だって初め思ったんですよ、はい、これを見て、はい、INFP に対して不適合って言ってるのは誰だ INFP ですよそうなんですよ、はい、そうなんです、はい、自らが発信してるんですよ、はい、そうなんですよね、はい、私が不適合ですっていうのを言ってるんですよね、はいはい、で辛いって言ってるんですよそうなんですよね、はい、で INFP が多数派なんじゃなくて、はいまあ、X の中ではそう見えると思うんですね。何でしょう、はい、INFP さんご自身が、はい、INFP だよって名乗った上で、はい、辛いっていうのがドワーって出てくるじゃないですか。ドワーって出てくるんだろうなっていうふうに思い、はいはい、でそれが多数に見える、はい、そういう構図なんでしょうね。まあ、分かんないですけどね、その意図が、それを言ってる人の意図が。多数派、多数派ってあんまり聞いたことないですよね。INFP が多数派。あ、もうどの本を読んでも、はい、やっぱりこの S が多い、ね、SJ が多い、SJ が多いと思ってます。外交が多くなかったでしたっけ？歌詞では、はい、E と I は 50-50 って書いてありましたけどね。はいはい、あ確かに外交が多いとは聞きますよね。はいはい、E で S で、はい、J ですか？E で S で J、はいはい、なんでしょうね。はい。っていうのはよく見るんですけど、うん、INFP が多いとは見ませんよね。見ないですね。あんまり聞いたことはない。聞いたことはないです、はい、ただそのご自身が INFP です、はい、辛いっていうのを言ってるんだろうなって、はいはいはい、っていう構図なんだろうなって思い、はい、で INFP さんが本当に、あ私もどちらかというと、はい、NF の人種だと思ってるんですけど、はいはい、INFP さんは辛いって言いながらそんな自分が好きだったり嫌いだったりすると思うんですよ、はいはい、好きっていう気持ちがあって、はい、あだからみたいなのを、はい、なんて言うんでしょう、楽しんでる、楽しんでるかどうかは分かんないですけどね。いやこれはもう美味しい、はい、美味しいからやってるんですよ僕もね。いやまあ美味しいからやってるとも限らないって話ですよ。あだから僕もきつい時はありますよ、こんな自分が、はいはい、でもこんな自分がって言っちゃうのって多分周りから見ると、はい、これ酔ってますよね。まあ似た気はします。しますよね多分。はい、はい、言って今日は気分がいいので言ってください、はい、後で落ち込むかもしれませんけど、はい、多分そうだと思うんですよね、はい、多分そうというとあの、はい、他から見ると何やってんのだと思うんですよ、はいはい、だってあ好き嫌い、はい、好き嫌いっていうのをやってて、はい、いや中には本当に辛いんだよって言う人もいると思うんですよ、はい、僕を見てね、同じ NF で INFP ですってご自覚でタイトルに釣られてここに来て僕がこんなことを言ってるのを見て分かってないと、お前分かってないんだよ、私は本当に辛いんだよっていう自分がだと思うんですよね。そのまあ分かんないんですよね。僕の感覚的には好きな好き自分が好き自分が好き人種、自分が好きというか、はい、まあ、そう行動するのが好き。そう行動というのは、例えば INFP だと、 INFP さんだと、まあ、内向型でこう自分の引きこもって、はい、何かをするのが好きみたいな、空想にふけるのが好きなのか分かんないですけど、まあ、自分の世界観ですね、はいはいはい、そういうのが好き、はい、でそれは好きであるとしても、はい、
それじゃ生きていけないみたいな苦しみみたいな、まあ社会生活がありますからね、はい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 、っていう苦しみと、だからまあ天秤にかけてやっぱり生きていかねばってこっちに行って苦しいってなってこっちに戻ってっていう、はい、のをやってんじゃないかなっていう。今隊長は、はい、気持ちのことに触れてないですね。気持ちのことに触れてます。その人の気持ち、やってる、そうやってやってるねって話ですね。やってるねっていうか、まあそういう気持ちじゃないですか、はい、本当はずっと引きこもってたい人がいたとして、はい、引きこもってたら生きていけないので社会に出るわけじゃないですか、はい、出ますね。でお金を稼ぎに苦しいって、まあ、そこにはいろんな人がいますからね、はいはい、っていう気持ちと、だから両方好きっていう、はい、こっちをやってるのが本当は好きなんだけどっていう、生きていくためには社会生活にっていうミスマッチみたいなのが苦しいんじゃないのかなっていう話です。それをツイッターに、はい、X に上げてる、はい、っていうのが辛いっていうの並ぶで、こっちの本当はこっちが好きだから社会不適合なわけじゃないですか。本当はずっと引きこもってたい、はい、はい、でずっと引きこもってたら苦しくないんですよ多分。まあ人がいないですからね。人がいない、あ、そか、まあ自分が好きな人だけで囲まれてる、自分が好きなことをやってるだけ、はい、どうしたんですか。違うんですよ、なんか今僕が欲しい答えじゃなかったら、なんか、はい、寄り添って欲しかったんですよ。 INF さんは、はい、そういう感じなんじゃないかなという、寄り添ったんですよ。なるほど。ヤンバルさんごきげんよう。ごきげんよう。っていうヤンバルさんは、美味しいというよりも傷の舐め合いではと、まあ、INFP コミュニティの、はい、あ、まあ、それはあるかもしれないですね。わかるよね、わかるよねって、楽になれるみたいな、同じような人がいる、同じような人がとか、苦しいっていうことで楽になれるみたいな。醜いアヒルの子あったじゃないですか。あ、そっか、醜いアヒルの子さんでしたね。はい。私は白鳥だって思うことで楽になれる。白鳥ですからね。白鳥だと思うことで楽になれる。白鳥ですからね。白鳥かどうかは分かんないですよ。あなたは白鳥なんですよって思うことで楽になれるって話ですよね。だから傷の舐め合い、思うことでって言うと、はい、白鳥じゃないみたいじゃないですか。白鳥じゃないですよ。私は白鳥だでいいじゃないですか。何がいいんだ。何がいいんでしょうね。だからこう気持ちを楽にするためにそうやって言ってるって話ですよね。アファーメーション。私は白鳥だって思うことで多少苦しいことがあっても乗り越えられるみたいな。これ、あ、もうそっか、それでいいんです。だとしたらみんな白鳥ですもんね。みんな白鳥です。そしたら、はい、苦しいんですよ。私は、あ、そっか、はい、みんなが白鳥だと、はい、この人はスーパー白鳥になってないと、なってないと苦しいわけじゃないですか。差別化が、みんなアヒルだったら別に苦しくないわけですよね。はい。だけどみんなアヒルで自分だけ白鳥だから、私はこうより上のところにいるからっていう、なんかその言われ方やだな、なんかっていうとこだと思うんですよ。みんな白鳥だったら変わんないですよね。みんな一緒じゃんって。みんな一緒じゃんは僕も辛いですね。違うと、はい、僕はじゃあ違う方、じゃあ僕も白鳥ってみんな白鳥。あ、それは、はい、それでいいです、 はい、僕の中では。はい。ただ飛び方が違うよとか、はい、そしたら醜い白鳥みたいになる。あー、そっか、はい、すいません、はい、今ね、なんか多分このツイッター上げられてる人は、はいはい、とても理知的で現実的な方ですから、はい、あの、そんなことはないよっていう視点というか、はい、観点で X に上げてるんですけど、はいはい、私はこれを見て、はい、なんかその INFP さんで、はい、まあ、そうやって上げてるんだろうなっていう方に対して、はい、なんか違うアプローチをしたかったんですよ。辛いのかな、辛くないんだ、辛くないんだよなのか、はい、50歳まで来ると結構楽になるよとか、はい、NF でもね、はいはい、生きていけるようになるよってどのタイプでもですよ。あ、そっか、あの、はい、っていう、まあ多分同じこと言ってる気はするんですよ。社会不適合っていうけどそんなことないよって話ですよね。あ、そっか、はい、はい、で辛くないよ、別に辛いことなんかないよって、はい、けどこう言ってる人たちが INFP みたいな。これ自身、はい、ご自身で絶対言ってますよねこれね、はいはい、人から、まあ中にはいるでしょうけど、中にはいるのかな、 INFP 不適合だこいつらみたいな。まあ、INFP だから不適合って感じ。 INFP だけギュッて捕まえてやる人はいないと思うんですよ、はい、捕まえるなら F だと思うんですね。 F はって、 F はっていうか、はい、F でも別に社会不適合ではないわけじゃないですか。失礼な。
じゃない、まあ、むしろこう溶け込む人たちじゃないですか。そう、はい、なんかそれも嫌だけどそうですね、はいはい、辛いところを言い合って辛いねって言ってそれで頑張れたり楽になれるのが INFP さんのそれなのかなと。それが美味しいかと言われると違うのではないかなと。またそれは分かる気がします。美味しいって得してるなんていう実感はこれっぽっちもないみたいな。あ、辛いのは辛いみたいな、それをこう慰めるためにこうなんかそうやって言ってる。 X の使い方って、はい、まあ、いいねを集めようが目的だとすると、はい、なんかそのいかになんかいいねって言われそうなことを言うかですよね、多分。違うのかな。分かんないですけどね。いいねって言われても何の得もないですもんね。何も得もないですけど、やってる人以外。まあそうですね、はい、こう動画配信者とかだったら得しますよ。あ、動画のリンク貼っといて、1万いいねとか来たらこう、まあ確かに流入がいっぱい来るわけじゃないですか、はい、だけどまあ普通の人がいいね集めたところで、なんで行きづらいは X にあげるんでしょうね。人に言えないからじゃないですか。あ、こういう面と向かって言えないとか、まあこういう場があれば、はい、僕行きづらいんですよって。でもこういう場でも顔出しては言いづらいじゃないですか。顔出して僕行きづらいとは言いにくいですね。あ、言ってますけどはい、それを本当に深刻にこうみんなの前で公表なんか しづらいじゃない。ちょっと恥ずかしいですよね、はい、だからこう非公開でこう顔もわからない誰かもわからないアカウント使って行きづらいって言ってるんですよ。なるほど、じゃないのかなって。そんな構図だとは思います、はい、別に。いや、僕はなんか NF だからなのか、はい、助けたいが出てくるんですよ、はい、行きづらくないよが言いたくなるんですけど、はい、大きなお世話ですかねこれはね。行きづらくないよ、行きづらくないよって大丈夫だよなのか、はい、抱きしめてあげるようなのか、はい、大きなお世話わかんないですよね。その、まあ、そういう言葉を待ってる可能性も。じゃあどうやってって聞かれると、はい、うーんってうーんにはなるんですけど、はい、